さあ、英文法の時間がやってまいりました。本日191番目でございます。さあ、今日はですね、後ろに to プラス人を置く動詞ということでやってみたいと思います。さあ、まず早速1番ご覧になっていただけると嬉しいかと思いますが、introduce to you にしますか？もしくは introduce you にしますか？と言われたらですね、まあ、タイトルにも書いてるんですけど、イントロデュース、こちらですよね。to you。つまり、あなたに、ブラウンさんをイントロデュース、紹介しますよ、ということで、良いんですが。さあ皆さん、ちょっと右側見ていただきましょう。じゃあ、これはですね、意味だけ覚えていても、使い物にならない動詞が3つあるんですね。やはり皆さん、パート5のことを考えると、やはりこのあたりですかね、空所になって問われる可能性も実はございますので、これを何とかしなければというところでございます。ですから、皆さん、人に対して、誰それさんを紹介するという意味だけ覚えていても、あまり使い物にならないですよというお話でございます。ですから、皆さん、イントロデュースと来たら、後ろは必ず、to プラス人間というのをぜひ意識しておいていただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、二つ目でございます。やはり、誰それに、人に、という場合に、to プラス人間、それを置く動詞でいいから始まる単語、いけそうですか？これですよね。explain ということです。ですから、皆さん、単に explain を説明するというふうに訳しただけで終わっていると、やはりこのあたりまで意識が向かないので、ちょっと危険ということでございます。ですから、もちろん、説明するわけですから、人に対して、うにゃうにゃを説明するので、訳し方はこれで問題ないんですが、やはりこれでございます。to プラス人間ということです。そして、最後3番目。これですね。サジェスト、もちろん提案でいいんですが、やはりこれも提案する。という意味だけ覚えていても点数につながってこないので、ですからやはり、人に対してうにゃうにゃを提案するんであれば、to プラス人間というところを皆さん意識しておいていただけると嬉しいかと思います。ですから、introduce, explain, suggest。基本的にこの3つ、to プラス人間。ここをぜひ意識しておいてですね、頑張っていただけると嬉しいかと思います。いきますかね。では皆さん、次回192番もよろしくお願いいたします。